1番、2番、3番、4番、5番、6番の体系で今スタートいたしました。スリット通過が大外から6号艇、わずかに好スタートを切っていますが大きな差はありません。一周内マーケットが先行争いはインカーニュールザイスは1号艇、2号艇がサシのハンドル、さらに真ん中3号艇、内側のから5番6番接近いたしましてバックストレッチ向こう上面、さあちょっと3号艇が転覆を期しております。上位の体勢でありますが1番2番これがトップ争いという形になりまして、後方向かっては5番6番4番という体勢でこれから2マークです。1号艇が先に回る体勢、2号艇が回って5号艇が内、さらに6号艇が外の方から全速で握っていく体勢になりまして、上位の体勢でありますが1番、2番、5番の体勢固まる形になって後方は6番、4番となっています。レースの方はこれから2周目と入ります。リードの方は2艇身、1号艇の亀山、2番手追走、2号艇の津久井、そして3番手でありますが5号艇の高橋が追走、4番手6号艇の坂本、最後方追走は4号艇の森という並びになっています。上位の体勢は1番、2番、3番、そして後方向かってでありますが1番、2番、5番、そして後方向かってでありますが6番、4番という体勢です。なおこのレースでありますが1マークを回ったところで3号艇の沖野でありますがこちらは転覆のため失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしてきました。3コース3号艇谷川スリットわずかに覗いていまして、レースは1周1マークへと向かいます。逃げる1号艇孫崎まくり差し、4号艇加藤、後方では一定アクシデントとなっています。6号艇生田にアクシデントです。1周1マーク6号艇生田はみね転覆のため失格となっています。2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。インから1号艇清水、3コース3号艇出口、好スタートを切っています。レースは1周1マークです。逃げる1号艇清水、まくり差し3号艇出口、続いていく2号艇倉持アウトコース、5号艇野田、後方では4番、6番と接触ありました。先頭1号艇清水が抜け出しています。2番手3号艇出口、3番手5号艇野田、スタートは前提正常です。なお4号艇大豆宇田青いエンストのため失格となっています。小馬鍵柴田辰馬本橋松本です。新横手線競争スタートしました。1号艇あっと内側の2艇、これは非常に早いタイミングとなった模様であります。現在判定中です。スタート事故が残念ながらあった模様です。お知らせいたします。残念ながらこのカードは2艇がフライングです。1号艇の小馬翔作、2号艇の鍵香る、この2選手はフライング返還決勝。1と2に関する投票権はすべて返還されます。1番、2番、3番、ダッシュ、4番、5番、6番です。スタートしました。インから1号艇森、3コースから3号艇大橋、4コースから4号艇魚谷コースタート。逃げる1号艇の森、3号艇大橋はまくり出しを狙う、さらにまくり出していくか4号艇の魚谷、あとは内から5号艇の岩橋バックへ入っています。いい線押し切って1号艇の森が先頭、2番手争いですが内から5号艇岩橋、外は3号艇大橋と4号艇の魚谷、わずかに前に出てるのは5号艇の岩橋か、左右から6号艇の大江。スタートは前提正常でした。トップ1号艇の森、2番手ですが内から6号艇が先に回って刺してくる5号艇と4号艇、ホームに折り返して2番手ですが内5号艇の岩橋、外6号艇の大江、5号艇の岩橋が1点進前、6号艇の大江が3番手、上位の体勢1号6、左右取って4号艇の魚谷2周1枠です。2番手以降まだ僅差の状況、5号艇の岩橋に対して内から4号艇の魚谷、外を回って6号艇の大江、おっと後方3号艇アクシデント発生です。上位の体勢は1号64番手4号艇魚谷、5番手2号艇のマイケルです。お知らせいたします。3号艇大橋瑠璃花転覆のため失格でございます。1番、2番、3番、4番、5番、6番の枠なり。
2秒1秒、今スタートしていきました。コースタートはインコース1号艇の富永トップスタート、そして2号艇3号艇スローゼいいスタート、逃げる1号艇の富永まくっていった2号艇ですが流れた、内から3号艇4号艇あと5番6番でバックセッチャーイン、速攻が決まった1号艇の富永周一人気の中心、2番手ですが2号艇の日傘懐から3号艇4号艇インコースから4、3、2が固まってあとは6番と5番です。さあ接触があってアクシデント、さあ危ないところ、さあバックセッチャーが今から第2ターンマーク、なおスタートは正常でした。先頭1号艇さあして2番手争いですがわずかに2号艇4号艇が接戦。なお2号艇の日傘正弘が妨害失格です。3号艇の村田浩二が失格となっています。1番2番3番4番5番6番スタートしました。やや目立ったのは2コース3コースあたりでしょうか。ただ1番の林もしっかりとスタートは行っています。逃げる1番の林、まくっていった3番の半田届きません。内を通る2番の竹之内も少しずるっと下がって後退加減、スタートは前提正常でした。あっさり逃げて1番林が先頭です。2番手残る5艇が集団を形成、インコースから5番の堀越が船を伸ばしてきました。2マークの旋回、外から握り合ったのは6番の大井、3番半田、少しバランス崩しかけた6番の大井ですが2番手争い1番外を旋回した3番半田直也が抜け出します。レースは2周目です。3番ハンダのリードは一定審判前後、その後ろ偶数艇3人が3番手、横一線に広がった中から2周1マーク、内側アタック4番の岡本、待って刺した6番の大井、外を行った2番の竹之内、わずかに3番手は2番の竹之内極む、一定審前に出てきます。1番3番2番の体勢も内側から6番の大井が競りかけに行きます。その大井、おっとここはもつれてしまいました。アクシデントが起きています。2番の竹之内にアクシデント、1番3番4番の上位体系で最終周回に入っています。2番竹之内にアクシデントが起きています。なお2番の竹之内極む転覆のため失格、2番竹之内転覆のため失格となっております。ここに来て徳山らしくだいぶ1コース有利な流れとなっています。シリーズ4日目の水面上、ボーダーライン 5.17 のままで迎えるここから後半戦です。住信 SBI ネット銀行賞予選最終日の戦い、7レースの時間、予選競争が始まります。なおこのカード5号艇で出場予定でした竹之内極む、前半レース負傷により欠場、このカード5艇での競争となります。1番6番2番3番4番5番です。スタートしました。インから1番の半田がさあ負けないスタート、ここはしっかりと踏み込んでいきました。プレッシャーに負けないスタートからまずは逃げる1番の半田直也、引いて刺す6番の大神、さらにその内側からは3番の藤原上がってきます。さあなんとかプレッシャーを跳ねのけられるか、1番半田、インコース6番大神との攻防、スタートは前提正常、並んでかわしてきました。6番大神差し切って先頭浮上の2マーク、1番半田の後ろからは3番藤原強襲、外握りっぷりよく迫りますが1番半田2番手は守れるかどうかというところ、じわっとこの間に6番の大神がリードを広げにかかって一定審判、2周目です。1番半田2番手3番手3番の藤原、内からは2番の佐藤が近づいて2周1マーク、小回り2番佐藤のアタック、1番半田は抑えましたが狭いスペース、3番藤原刺して迫る、へさきはどうか、ただかけさせず1番半田が2番手立ちはだかっています。3番の藤原が3番手、6番1番3番の体勢、2周2マークの旋回です。6番大神先頭、2番手1番の半田が主導権握る状態、内から3番の藤原慶志郎、再三再四刺して迫る、今度こそこの差しが届きそうか、それでも直線コースじんわり伸び返す1番の半田、まだ2人攻防続いて最後の1マークです。先頭6番大神浩二、2番手1番の半田の後ろ3番の藤原、
内を運びますが、このへさきが近づいてはいるんですが、まだかかりそうでかからず、1番半田が耐えしのぐ、3番藤原追い詰める、その後ろ2手審判張られて2番の佐藤4番手、最後の2マークの旋回、おーっと後方ではちょっともつれて3番の藤原にアクシデントが起きてしまいました。上位の体型は6番1番2番の順で間もなくゴールとなります。先頭6番大神ゴールイン、1番2番の順でゴールイン、5番飯田ゴールイン、4番中越ゴールイン、なお3番藤原慶志郎は落水のため失格、3番藤原は落水のため失格でございます。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。高コースから思い切って後発進は5番の市宮俊博出ていきます。さあ中枠勢を叩いていく2番武田の抵抗も、ここは5番の市宮が力づくでまくっていきますが、だいぶ流れています。内側で立て直していくのは3番の深水、さらには2番の武田も、市宮のすぐ内側でボートを残している。スタートは前提正常でした。3艇の首位争い、2番武田、内から競りかけに行くのは3番の深水、2マークの旋回、後ろで5番の市宮ですが、これは外を回る形になってしまいました。大きく流れていってしまう、消波装置に当たってしまった5番の市宮、アクシデントが起きています。上位の顔ぶれは2番1番3番の順で2周目に入っています。5番の一宮にアクシデントが起きて2周1マークの旋回、2番1番3番の順です。レースはこれから2周2マークへと向かっていきます。なお5番の一宮と白落水のため失格、5番一宮落水のため失格となっております。1番5番2番3番アウト、4番6番です。スタートしました。第7レース、さあツイートを覗かせる、1番の一柳、4番の松下、一周の1マークインから逃げる1号艇の一柳、握ったのは4番の松下、刺してくるのは5番の原田幸也、さあバックストレッチは4番の松下、1番の一柳、5番の原田、3手が固まっています。トップ争いとなっています。スタートは前提正常でした。1周2マークの旋回、4号艇の松下和也が先行する、5号艇1号艇を振り切った4番の松下、4番の松下先頭、その後ろ2番手が5番の原田幸也、金沢の3番手が1番の一柳勝隆、4番手が6番の下川雅文です。2周目1マーク取って旋回は4号艇松下和也、2番手が5番の原田幸也、3番手1番の一柳勝隆、追走の4番手が6番の下川雅文、後続は2番の宇野博之、3番の北より、さあ3番手1番の一柳に食い下がっていく6番の下川雅文、2周2マークの攻防、注目は3番手1号艇の一柳、6号艇の下川滑り寄ってホームを滑り内側、3番手は1番の一柳踏ん張っています。レースの最終周回に入っています。先頭は1周の1マークまくった4番の松下和也、3周の1マーク取って折り返します。2番手が5番の原田幸也、さあ3番手は1番の一柳勝隆がキープ、上位体系は4番5番1番です。この4517は3連単オッズは 26.6 倍、準優勝負がけ4号艇の松下和也が先頭、そして2番手が5番の原田幸也、3番手が1番の一柳勝隆、第7レースまもなくゴールです。先頭4番ゴリン、5番五輪、1番五輪、6番五輪、2番五輪、なお最終ターンマーク回ったところで3号艇北井よりは転覆のため失格、3番は転覆のため失格となりました。1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。一般戦第1レース、中へこみのスタート、その後は1号艇の松本博明出ていく、1号艇の松本が逃げる、3号艇の宇都がまくって攻める、さす2号艇は吉田翔吾、先頭1号艇松本博明です。スタートは前提正常でした。1号艇松本がトップ、2番手が2号艇吉田、3番手は3号艇宇都、その後ろに4号艇宮脇です。一緒にマーク、先頭1号艇松本、2番手が2号艇吉田、続いて4号艇が先に待って、さす3号艇
宇都が3番手をリード。女王の3艇は1番、2番、3番です。後続は4号艇、5号艇、6号艇、レースは2周目に入っています。2周目の1枠トップで旋回する1号艇松本博明、2番手が2号艇吉田翔吾、3番手は3号艇宇都康成です。上の3艇は1番、2番、3番の体型です。先頭は1号艇松本博明です。スタートを決めて逃げて主導権を奪いました。1号艇松本が先頭で今2マークをクリア。2番手が2号艇吉田翔吾、3番手は3号艇宇都康成です。上の3艇1、2、3、そしてその後ろから接近中は5号艇のコレサー高弘。さあ3号艇、5号艇の差が2艇身。レースは最終周回に入りました。上の2艇1号艇松本に2号艇の吉田、さあその後ろ3番手3号艇の宇都に対し5号艇のコレサワが差していく。向こう座面3号艇宇都が3番手守っています。上の3艇1、2、3の体型です。なお1マークでは1艇アクシデント発生となっています。最終ターンマンからホーム側1号艇2号艇3号艇取り返しました。なおこのレース4番の宮脇落水のため失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。1号艇の小松拓司がスタートを決めていきました。2号艇、3号艇も出ていく。1周の1マークは1号艇の小松、おっとバランスを崩してしまいましてアクシデント発生となってしまいました。先頭は3号艇杉山正樹、スタートは前提正常でした。先頭は3号艇杉山です。2番手は5号艇深川、3番手は2号艇菅野がつけています。1周の2マークトップで旋回は3号艇杉山正樹、2番手5号艇深川和人、3番手は2号艇の菅野早香が折り返しています。なおこのレースですが1マークでは1号艇小松拓司転覆のため失格、1番が転覆のため失格となっています。あっちょ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 っとこれはいけません。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。やや覗いたスタートは4コース4番の井上、差がなくスロー3艇はインから先前1番山口、3コースから峰のまくり届きません。峰のまくり少々流れてきました。さあここは押し切った1番の山口が逃げて先頭、2番手争いに内から差してきたのは4番井上、真ん中2番の椎名、外につける3番の峰、内をついては外掛けもやってきた。スタートは前提正常。さあ競り合って内から上がってきた5番の杉山ですが、ここは井上差し返す一方後ろの方もつれてしまいまして、ここで2マークでアクシデントが出ています。レースはこれから2周目です。なお3番の峰は転覆のため失格です。1周2マーク3番峰は転覆のため失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。ダッシュ勢揃って好スタートを切っています。角から4号艇高畑トップスタート。レースは1周1マークです。角からまくる4号艇高畑、後方では5号艇にアクシデントとなっています。先頭4号艇高畑、2番手1号艇続き、3番手は2号艇加藤が優勢。なお1周1マーク5号艇野田名月落水のため失格となっています。制度側のヴィーナスシリーズ5日目の戦いは第6レース一般戦を迎えています。なお1号艇野田名月は前半レース負傷のため欠場となりまして、5艇による競争。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。ラッシュ勢好スタート。6コース6号艇宮崎トップスタート。レースは1周1マークへと向かいます。
逃げる1号艇藪内、差し2号艇西岡、まくる3号艇鈴木、大きく振り込んだ4号艇伊野尾、先頭は1号艇藪内、2番手3号艇鈴木、3番手2号艇西岡、4号艇伊野尾はエーストの模様です。一周一マーク4号艇伊野尾夏樹エンストのため失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。外の方がスリット覗いています。6コース6号艇出口がトップスタート。レースは一周一マークへと向かいます。逃げる1号艇倉持、差し2号艇清水、まくり差しを狙ってきた6号艇出口でバックストレッチへと抜け出しています。先頭争いはインコース6号艇出口が捉えました。アウトコース1号艇倉持と並んでいます。4号艇陣離されて3番艇5号艇山下、2号艇清水と追走。スタートは前提正常です。2マークトップで6号艇出口が旋回してホームへ取り返しています。リードは2艇陣です。2番手に1号艇倉持、3番手争いはアウトコース5号艇山下、真ん中2号艇清水、内から4号艇三浦と3艇固まっています。2周1マークトップで6号艇出口が旋回、2番手1号艇倉持、3番手争いは2号艇清水、外から握って5号艇山下でバックストレッチ。直線コース3番手は2号艇清水がわずかに優勢。上位の体型は6番1番2番。2周2マークトップで6号艇出口が旋回、2番手1号艇倉持、3番手2号艇清水、ホームへ取り返しています。上位体系6番1番2艇は完全に抜け出しまして、レースは最終周回。3番手2号艇清水が守っていますが、外から5号艇山下、最後のバックストレッチへと先頭6号艇出口マークを抜け出しています。大外からトップスタート、見事なまくり差しが決まりました。リードは4艇身です。2番手に1号艇倉持、3番手は2号艇清水が守っています。2艇身後方の4番手5号艇山下追走で最終コーナーです。後輩道となりそう。トップで6号艇出口が旋回ですが、おっとアクシデントとなっています。まさかのアクシデントです。ホメ取り返しまして間もなくゴール。先頭1番倉持ゴールイン、5番山下ゴールイン、2番清水ゴールイン、4番三浦ゴールイン、3番宇野ゴールインです。なお6号艇出口マーコ転覆のため失格となっています。1番2番3番ダッシュ、4番5番6番です。スタートしました。6艇ほとんど差のないスタート、わずかにインから1号艇松本、角から出ていくのは4号艇大橋、逃げる1号艇の松本、足して2号艇大塚、まくり出しに切り替えるか。4号艇大橋もちょっと前に詰まった。あとは内を狙った5号艇古賀、陰線押し切った1号艇の松本洋平先頭、そして2番手ですが5号艇の古賀、その後ろ3番手内から3号艇の片岡、外6号艇平岡、大外4号艇の大橋、最後方2号艇大塚。スタートは前提正常でした。トップ1号艇松本、2番手は5号艇の古賀、3番手外握って回る4号艇大橋、内からは6号艇の平岡、その後ろ3号艇の片岡、ホームに折り返して3番手争いからは6号艇の平岡、内から前へと出ていきます。後ろには4号艇大橋、3号艇加藤かという状況で、あとは2号艇の大塚、2周1マークです。3番手以降はまだ僅差の状況も、6号艇の平岡がコーナー先手、内から3号艇加藤か、差して4号艇の大橋ですが、6号艇の平岡が単独3番手、上位の体勢は156、2艇審査4番手、3号艇加藤か、その後ろ4号艇大橋、最後方2号艇の大塚です。2周2マーク、1号艇松本トップ、2番手は5号艇の古賀、3番手6号艇平岡、少しもたついたターンになって、内から4号艇大橋、6号艇の平岡、3番手おっと後方2号艇にアクシデントが発生です。上位の体勢156、一定審査4番手4号艇の大橋で最終周回です。お知らせいたします。2号艇大塚浩二転覆のため失格となっております。シリーズ最終日のボートレース2、水面上8レース一般戦の開始です。なおファンの皆様に重ねてお知らせいたします。第8レース2号艇で出場予定でした片岡大地は
前半レース内規指示違反のため欠場となっております。第8レース2号艇に関する投票権はレース終了後返還となりますので、投票権はお捨てにならないよう大切にお持ちください。1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。4号艇の君島コースタートを切っています。インからまずは先制を見せます1号艇の渡辺、内から2号艇の伊藤、ちょっと振り込んでるのは3号艇の上村にアクシデントでしょうか。1号艇の渡辺が先頭です。2号艇の伊藤と5号艇の門馬の2番手争い、離れて6号艇坂井、4号艇君島並んでいます。なおスタートは正常、スタートは正常です。お知らせいたします。3号艇上村純一は転覆のため失格、3号艇上村純一転覆のため失格となっています。1番2番3番6番4番5番です。スタートしました。3号艇の太田のスタートは早いスタートだったか。6号艇の斉藤もかなり際どいスタートです。ただいまのスタートは審議中です。ただいまのスタート審議中となっています。お手持ちの投票券お捨てにならないように大切にお持ちください。このレース際どいスタートが2名います。ただいまのスタート審議中です。お知らせいたします。3号艇太田牛尾、そして6号艇斉藤優はともにフライング返還決定です。3と6の組に関する投票権すべてが返還となります。お手持ちの投票権お捨てにならないように大切にお持ちください。競争水面上前半戦の対戦カードとにかくなると第4レースを迎えました。第4レース2号艇の新田陽一は過日号のため欠場となっています。1番2番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。4号艇の中辻いいスタートです。1周1マークへ、1号艇の栗原、そして2号艇の渡辺をまくっていく4号艇の中辻、内からは5号艇の赤池、おっと1周1マーク、一定アクシデントがありました。バックストレッチ先頭4号艇の中辻、5号艇の赤池が2番手、3番手が1号艇の栗原です。このレーススタートは正常でした。1周2マークから直線コースへ、4号艇の中辻、そして5号艇の赤い系スタンド前、6号艇の大谷、ここでお知らせいたします。6号艇の大谷は妨害のため失格です。6号艇の大谷妨害失格、2周1マークの旋回です。自己艇レスキューを避けて4号艇中辻、5号艇の赤い系、1号艇の栗原、バックストレッチへ、上位体勢は4番5番1番の体勢です。2号艇の渡辺翼ですがアクシデントがありました。失格となっています。1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。確定1周1マークへと向かっていきます。現在スタート判定中となっています。お手持ちの投票券大切にお持ちください。現在スタート判定中となっています。現在スタート判定中となっています。お知らせいたします。6号艇菅文也フライング返還決勝、6番に関する投票券はすべて返還となります。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。3コース3号艇品川若干スリという勢ですが、2コース2号艇永田が伸ばしてもうすでにまくる構えです。2号艇永田のまくり、そして
差しの展開は3号艇品川で、あとは中に1番内から4号後方6ですが、ここは3号艇品川の差しが2号艇永田を捕まえに来ます。ただ4号艇上田、5号艇上平も内から接近、さあ内から5432、壮絶なさばき合いとなるか。スタートは前提正常でした。中からグイーッと3号艇の品川が抑え込みに行く。内は2号艇永田の差し、さあ2号艇永田がさばいてトップです。2番手3号艇品川、3番手は4号艇の上田と5号艇上平の攻防、2周目僅差の5番手1号艇鈴木、最高後方離れて6号艇天野です。2号艇の永田がトップで2周1番へ向かいます。2番手内から4番1番やってくる中で3号艇の品川キープ、3番手も4号艇の上田に対して5号艇上平が外船を並べてまいりました。さあ若干外から覗いていこうかというのは5号艇上平、3番手争い内から抵抗する4号艇上田です。上位2艇はやや抜け出して2番3番2周2番3番手争い、4号艇の上田に対して5号艇上田、ちょっとバランス崩してこれはアクシデントです。5号艇上平はアクシデント。レースは最終周回、5号艇上平にはアクシデントです。2号艇永田トップ、2番手3号艇品川、5号艇上平は転覆失格です。5号艇上平は転覆失格です。大変お待たせいたしました。ボートレース下関ミッドナイトボートレース4艇による競争となります。1号艇上平選手、2号艇塩崎選手がともに欠場という中で4艇による競争。なお1番と2番に関する投票につきましては発売額と同額払い戻しという形にもなりますので、どうぞご注意ください。1番、2番、3番、4番、6番、5番の並びです。スタートしていきました。長い込みのスタート、1号艇、2号艇、大外5号艇がスタートを先行しました。まずは1、1マーク、陰線運んでいった1番に3号艇まくっていき、2番、4番、相次いで差しましたが、こらえた1号艇の北川ながらも、危ないシーンになりました。4号艇の橋本が先行、追走3号艇の岩津。そして、6号艇中島が3番手、4番手に5号艇のギャラで1周2マークです。スタートは前提正常でした。なおお知らせいたします。1号艇の北川落水のため、そして2号艇の野見山が転覆のため失格となっています。競争水面は第6レースの予選競争を迎えました。なおこのレースは4号艇で出走を予定していました北川俊博選手が前半レースで負傷となったため欠場いたします。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしてきました。ダッシュ勢コースタートを切っています。レースは1周1マークへと向かいます。2コースからまくる2号艇堀之内、まくり差し3号艇田村、その内側から5号艇中澤、アウトコース4号艇滝川、バックストレッチです。先頭2号艇堀之内、2番艇3号艇田村、3番艇5号艇中澤、アウトコースに4号艇滝川、内から6号艇宮崎、最後方1号艇山本、スターター前提正常。2マークトップで2号艇堀之内が旋回、2番艇3号艇田村、3番艇5号艇中澤、ホームへと折り返しています。上位体系2番、3番、5番、3選手抜け出しましてレースは2周目です。先頭2番手の定冠、4艇身、2、3番手の定冠、4艇身ほど開いています。2周1マーク、トップで2号艇堀之内が旋回、2番手3号艇田村、3番手5号艇中澤、抜け出してバックストレッチです。3艇身後方4番手4号艇滝川、5番手1号艇山本、最後方6号艇宮崎と追走しています。2周2番区をトップで2号艇堀之内が旋回、2番手3号艇田
3番手5号艇中澤、内側から4号艇滝川が定間詰めていまして、フォーメート理解しています。3、4番手の定間一定陣です。レースは最終周回に入っています。3番手5号艇中澤ですが、外から4号艇滝川、3周の1マーク、トップで2号艇堀の内が旋回、2番手3号艇田村、3番手おっと5号艇中澤にアクシデントとなっています。3番手ですが、インコース1号艇山本、アウトコース4号艇滝川と並んでいます。なお5号艇中澤博那、転覆のため失格です。開催2日目の競争も残すあと3つとなっています。水面上第10レースの予選独勝を迎えます。なおこのレース6号艇で登場予定でした田中慎一郎選手が欠場、5選手による戦いとなっています。1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。わずかにばらついた状態。5コース、6号艇の桐本、じわっと伸ばしていく。インコース受け止めるか。1号艇の佐竹、まくっていくのが6号艇、桐本、抵抗気味に1号艇、流れた両者。おっと危ない。うち水面に引っかかってしまったのか。3号艇、森にアクシデントの模様です。なお、このスタートは前提正常です。お知らせいたします。3号艇の森競り、落水のため失格です。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。10レースの予選特勝。スタートしました。5コース、息もへこんだ状態、少々ばらついたが、内4艇、インから1号艇、ここが先行、6コースを伸ばしつつ、締めながらまくっていく、そのまま握って、握って、6号艇の勝也が決まった。リードは5艇身、6艇身と単独先頭です。6コースから決めました。6号艇の2番手の杉、2号艇、1号艇、並走、アウトは2号艇、鈴木、インは4号艇の上田、1周リマークの旋回、スタートは正常です。トップ旋回は、6号艇の2番、インに振って1号艇、3号艇、バタバタといった外前で4号艇の上田が旋回する、ザズンで回って、ホームスエッジへ返します。2番手リードは1艇シャンと4号艇の上田、3番手は1号艇の小賀、3艇ではわずかに6412周目の攻防です。2番手の末1号艇からもとインコースから浮上であります。接近してます。1号艇の小賀アウトセイドから4号艇の上田が一旦待って殺傷選択バックスレッジ入った狭いところをついてと4号艇上田健太アウトセイドに1号艇小賀チェキ、2番手の末1号艇4号艇接戦もインから判定心先行しておりまして4号艇の上田アウトには1号艇小賀、4番手から末内じりじりっと3号艇の佐竹、2コーラーの旋回です。結構詰め寄る3号艇の佐竹大地が2番手を先行する、4号艇の上田が刺して回ってホームセイチへ帰りました。アウトコース3号艇の佐竹、インコースが4号艇の上田、外から判定し1定し先行する、2番手はわずかに3号艇の佐竹、3番手至近距離の4号艇の上田健太、最終周回の攻防です。最終回第3幕の旋回、2番手の水はインから4号艇の上田が行く、3号艇の佐竹が外を抱えて回ってバックスレッジへ入りました。かわしたかどうか、少々ターンが広くなった3号艇の佐竹、インサイドから最接近でありまして4号艇の上田、後方ではアクシデントが発生しております。2番手競っている状況で最後のスリットの通過、最終幕の旋回に入ります。お知らせいたします。2号艇の鈴木は転覆のため失格。1番5番3番ダッシュ、4番5番6番です。スタートしました。4号艇の岡崎、5号艇の藤沢、わずかにイスタート1周1マーク、1号艇の甲賀が逃げる、3号艇の上条まくりに行く、2号艇の野間大輝の差し、間からは5号艇の藤沢、最内からは4号艇川崎、バックスレッジ3号艇上条、5号艇の藤沢、内は2号艇野間大輝が広がっています。センター争いです。4号艇川崎、6号艇中村、1号艇甲賀最高峰、スタート正常でした。1周2マークから直線コース、2号艇野間大輝の内からは3号艇の上条、さらには5号艇の古澤、5号艇古澤、3号艇上条、2号艇野間大輝、広がって3艇セット争いでレースは2周目に入ります。
内5号艇の古さ21マーク先頭争い先手をします。3号艇の上条は懐を狙ってくる。外は2号艇の野田駅バックストレッチ、5号艇の古さと3号艇の上条、この2人スリット裏先頭争い、この2人の争いとなりました。3番手は2号艇の野田駅、2周2マークの旋回です。3号艇の上条が主導権争い先手打つ。2周2マークから直線コース、おっと2周2マーク行ってアクシデントがありました。2周2マーク行ってアクシデントがありました。レースはこれから最終周回に入ってきます。3号艇の上条、そして5号艇の古澤先頭に乗って、3番手6号艇の中村です。2号艇の野間大輝ですがアクシデントがありました。失格となっています。競争水面上後半戦続いての対戦カードは第8レース、第8レース6号艇野間大輝ですが前走レースで負傷したため欠場となっています。1番2番5番3番4番6番です。スタートしました。5コースから好スタートを切ったのは4番の青木幸太郎。さあチルとプラスのパワーでどこまで出ていくか。一気にここは4人を飲み干していきました。そして2番手真ん中大狭いところを割った6番の宮崎ですがアクシデントが起きてしまいました。一気の攻めは4番が起き突き抜けます。なおこのスタートは前提正常なスタートでした。先頭4番が起きで1周2マークの旋回です。なお6番の宮崎進む転覆のため失格、6番宮崎転覆のため失格となっております。1番2番3番6番4番5番です。スタートしました。内寄り2人、おー内寄り2人、あーまさかの展開です。なんということでしょう。こんなところでとてもとても痛恨のコールが待っています。なおファンの皆様にお知らせいたします。第12レース1番吉田2番の武田フライング変換欠場です。1番吉田2番の滝田両選手フライング変換欠場。1番と2番の組に関する投票権は全て変換となります。お手持ちの投票権どうぞご確認の上大切に大切にお捨てになりませんよう大切にお持ちになっていてください。進入固定第7レーススタートしていきました。1コース1号艇踏み込んだスタート、ミスミトップスタート、あとは2番4番も好タイミングでした。1号艇ミスミ先に運んで2番3番少しする格好、2番が失速した感じでしたが4号艇の山本2番差しから上がっていきます。先頭1号艇のミスミ追走は4号艇山本です。その後方は3号艇の西原と2号艇の高木が並んで続いています。スタートは前提正常でした。2マーク1番4番と返した後は3番2番競り合っていましたが3号艇西原先行。さあその3番西原前の4番山本との定番を詰めていく動きでレースは2周目の攻防です。4番と3番差はほとんどなくなりました。3号艇を内に見ながら4番の山本外を握って運んで2番手先行リードを広げていっています。後ろアクシデントが起こりましたが上位関係は1番4番3番そしてその後2番5番となっています。先頭の1号艇のミスに2周2マークをクリア、続いて4号艇の山本、3号艇と2号艇迫りましたが3番先行です。なお6番田中は2周1マークにおいて転覆のため失格、6番田中転覆のため失格となりました。